よし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 、北さん頑張ったな。あ、完走までいかないか。そっか、いかねえのか。いや、まあ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 、でも十分でしょうよ。素晴らしい。で、かつここ最後の最後で見どころ来たな。待ってよ、これ成功させて、かつイベントが発生することが条件。大勝負、大一番、お祭り大将お願いします。いや、マジ北さん、さすが。待ってよ、その後問題こっちどうよ。北さん、やったね。よう耐えた、よう耐えたわ。間に合ったー。毎日にしがちゃ第5レース、今日は昨日の北さんブラックの衣装違い、新春北さん、またの名を北さんホワイト。ブラックでもありホワイトでもあるということで、一人初代プリキュアと勝手に呼んでいるんですけれども、はい。サボカドスキルは右の通り、通常衣装のブラックがどちらかというと長距離向けだったのに対して、こっちのホワイトは中距離への適性も高くなってるタイプですね。自前で持ってるスキルも逃げで使える汎用スキルばっかりになってますので、因子用の育成にも向いてるのが嬉しいポイントです。はい、なので今回は中距離逃げ型で育成しております。サポカの編成もね、いつものヤーツでやってみました。うん、マヤノとアイネスのイベントが完走してなかったので、ジャジャウマ娘はもらえなかったんですけれども、まあそれ込みでも想定よりいい仕上がりになりましたね。いや、特にグランドマスターズ直前の最後のトレーニング成功させたのはお見事でした。さすが大将といったところ。さあ、この第5レースが始まっておよそ20日、まあ正確には19日経つわけですけれども、青さんが未だに出ておりません。ここはね、お助け大将にバシッと決めていただきたいんですが、一体どうなるでしょうか。見ていきましょう。さあ、そしてね、本日の12時から、ウマ娘ガチャの方ではネオユニバースのピックアップが始まっているということで、いや、実装が早いですね。2ヶ月ぐらいかな。うん、ね、ちらっとステータス見てみたんですけれども、成長率が賢さ 30% の曲振り型で、パッと見ね、すごいぼーっとしてるように見える子ですけれども、案外めちゃくちゃ考えるタイプなんでしょうか。はい、気になります。さあ、評価は UG6、 いいですね、悪くありません。さあ、インシー、青さん、出ないか、賢さ、昨日の北さんブラック、通常北さんの方も賢さだったなぁ。あれ？なんだ？賢さが熱いのか、今、北さんの中では。さあ、うわ。青さん出ないっすね。白も少ねえ、ダメか。大将でダメだったらもうダメかもしんねえ。はい、それでは、また明日。